4日から期間限定で有料のオンラインセミナーを配信します。早速参りましょう。岡崎さんの今週の注目ニュースお願いします。はい、ちょっとまあ目をそらすわけにいかないんで嫌なニュースなんですけども、はい、まあアメリカのですね消費者物価指数が予想よりも上がってしまって、またまたダウが暴落して一時千ドル安でしたと,という話なんですね。はい、で、まあその話をうん見る上で大事なことは。 やっぱりデータをですね、ちょっと冷静に見てみたいと思うんですね。消費者物価あの絵が最初にですね映されると思うんですけども、これどんな風に動いてきたかという意味なんですが、はい、まず最初に青い。 の方の CPI なんですけれどもねこれ全体像ですね、はい、えっと今回いくつでしたっけ8.5ぐらいでしたっけね、うん、えー8%でこれは一応ほら山を作ったような絵に見えるじゃないですか、はい、ただ問題はですね CPI のコアの方なんですねあの食料とエネルギーを除いたやつがまたこれ上がってきて ただ、上がってきたとはいえです、これそもそも今回、少し上がるだろうなという予想はされてたんですよ、点前回が5.9だったんですけど、6.1ぐらいになるだろうなと思ったら6.3だったということで、うん、まあ、そんなにいつもの、ね、CPI ならば、そんなに大騒ぎしないんでしょうけども、何せこう、えー、下がると思ってたものといいますか、ピークアウトしてたと思ってたものが、ピークアウトしてないんじゃないのということで、それでもうみんなそわそわしてしまって、売り物が集まったということなんです。ただ え緑の PC コアこれがまあ FOMC とかで重要視される個人消費支出デフレーターというやつなんですがこれはまだ8月分が出てなくて7月分4.6ということで次はこちらに注目が移るとこです。うん、さてなんでこんなふうにコアが上がってるかというと次のスライドです、えー、前にも前にも何回もまあ紹介してるから粘着性コアスティッキーなです、ね、ものが上がり続けてるという絵なんですね。で特に これ中央値の方も上がっていて超粘着性のデータを作っているのはアトランタ錬ンです中央値を作っているのがクリーブランド錬ンでそれぞれ地区連銀がですね独自の方法でこのトレンドを見る上で重要なデータを見てるんですね。で私はもうズバイこのこのセクターだと思って住居関連の データに注目してるんですが、はい、この3つが3つとも全然収まる気配を見せないと統制が鈍ってこないとあああとちょっとため息が出てしまうところなんですけども、まあ、この、えー、なかなか腰の強いといいますかね一っ上がりだしたらなかなか止まってくれないこういう物価がですねどっかで鈍化してくれないことには今回のインフレのピークアウト、うん、まあ安心して見てられないなというところだと思います。 さて問題はここからですこれでまあ、はい、がっくりきてるんですけれどもがっくりきてるんですが次のスライドもう一回見てもらいたいんですが、はい、先ほどお見せしたですね CPICPI コア PC コアなんですがここからは PC コアが大事だという話。 なんですねというのは CPI いうののはこれ値札の集合体なんですよ、うん、だから豚肉でも牛肉でもソーセージでも何でもかんでも値段集めて上がっていったら平均値を取ったらですね上がってたとこういう話なんですけども実は FRB はこの PC を見ていると PC を見てるっていうのはこれ、はい、個人が、えー、スーパーならスーパー百貨店なら百貨店に行ってですねどんなお金を使うかと例えば、えー、お母さんが、まあ、お父さんでもいいんですけども1日3,000円の 出費食費食で買いましたとところが気が付くと今日は3,300円になってたと10%アップだったこれ CPI なんですよね。でこれじゃいけないということでですね品目を変えるとじゃあ今日はカレラス牛をやめて豚にしようとかですね、うん、で豚をやめてソーセージにしようとか、まあ、こうやって生活防衛策をしていくとで3,300円の出費を3,200円に3,100円としていくとこれが PCE コアの考え方で。はいで これでいくとですねやっぱり CPI よりも PC の方が多少ですね多少こう緩やかになるというかね、うん、乖離していくはずなんですけどね、はい、だからこれから発表される8月分の PC も CPI のようには動いてないはずなんですねでさらに先ほど牛肉豚肉ソーセージなんて例を出しましたけども、えー、このお家では毎日 牛肉を 200g 買ってたとしましまょうか200買ってその牛200を豚200に変えたとしましょうかで豚200をソーセージ200に変えたとしましょうかとでそれでも3100円だとか3200円だとか今までの3000円で抑えることができなくなったら次はどうするか次はいよいよですねソーセージを150にするわけです。 そこを減らしていく減らすわけですね、はい、ソ,ーーソーセージを100グラムにするわけですね。で、この200グラムが150になるって、200グラムが100グラムになるっていうのは、これが景気後退なんですよね。うん、こうなっちゃうと完全にスタグフレーションで、えー、今のところですね、まだそこまでは行っていないようなんです。はい、あの、小の統計を見ると。 前年比で 9%9.1 だったかなまだ増えてましたので物価上昇分がこれだけ見ても6%コアで見ても6%ぐらいありますからそれさっぴいても一応伸びてるので、えー、それこそ品目を変える,変えるような代替効果が生まれてるんですけども本当に、えー、カロリーを削るところまでダイエットにはいいかもしれませんけれどもそこまでいってないので深刻な景気後退にはまだなっていないと。 いうところだと思いますで。さらに今日はもう一つ展開を見せて、はい、もう一つのテーマは CPI が上がったことの分析よりもダウが1000ドル下がったこと、うん、あるいはナスダックとか4％下がったこと、こっちの方がやっぱりまあ市場を見ている人には重要だと思うんですね。はい、ちょっとあのもう一回昼間ってアメリカのチャートを見てもらいたいんですが。 これ SP500 の5月の23日からの動きを取っています赤でですね矢印をつけてるのが CPI の発表があったところです、えー、最初に大きな下落を見せるのがですね6月のこれ10日だったと思うんですけどす、ね、5月分の CPI が発表になって、はい、でまあ鈴木さんが CPI ショックというふうにまあ命名してですね番組でも紹介してましたけどもこの時の下落もなんだかないって2日 重ねていくと、まあ三日ですかね、前の日と当日と翌日までいくと、まあ六パーセントぐらい下がってますから、はいえー、今回の下落よりも実は大きいことは大きいんですね。で、今回の下落が三パーセントから四パーセントぐらいですけども、えー、その後の七月に発表された CPI とか八月に発表された CPI は逆に上り基調になっている、ね、ということなんですね。 一喜一憂していることがわかります。さて、ここにもう一つ矢印を加えてみましょう。今度は P. C. E. です。水色の線ですね。はい、水色の線はだいたい月末に発表されます。で、青が出て赤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 というちょっとリズムを注目してもらいたいんですが。はい、なんかこれよく見てるちょっとリズムらしきものっていますかね。うん、順番と言いますか。ローテーションみたいなものが見えてきませんか。 で私には見えたんですけどもそのあこういうリズムだったのかというお話を次のスライドで説明してみたいと思います。え黒はオプションの S Q で、えー、毎月ですね第3金曜日にアメリカのマーケットは一旦です、ね、決算日みたいな生産日みたいなものが来るんですよでここで見てもらうと例えば5月の最後の週に PC が発表されて青赤黒で一循環して黒で一応。 下げが止ままっったんですすね形になってます次青赤黒というので今度は軽い戻りの相場が,が終わりましたと、うん、でもう一回青赤黒で軽い戻りの相場があったとそして今回は青で実は下がってるんですよ、はい、8月末にともで赤でもう一回下がってるんですよ。そして黒が金曜日になるんですね。ほう だから結局のところですねえなんだかんだ言いながらあのまず一つは CPI 単体で見ても意味はないその前の PC が実は結構きっかけになってることが一つで PC がきっかけで CPI で念押しされてその後 SQ のところでとりあえずは一勝負あったという形になってるこれを実は何のこともない6月7月8月そして9月と4回繰り返しているという形なんですね。それをより詳しくお見せするために今度は SP500 と SP500 の予想変動率であるビックスをサンプズでお見せしたいと思います。これ横軸が5月23日から9月15日までまでの終値ベースの SP500、で縦軸が、えー、その日々のボラティリティですね、ビックスの終値です。まあこれ一応私はボラティリティマップとよって呼んでるんですけども、まあいろんな点がプロットされてますがこれだけではわからないのでこれをつなげてみます。つなげるとこんなようになります。5月24日 からですね、6月2日まで、えー、ボラテリティが下落しながら相場が戻りを試しにいきます、うん、ところが6月2日の前に発表された PC があまり良くなくてでその後6月10日の CPI とかがあってでずっと今度は6月136月16というとこまで下がっていくこれ SQ にかけて下がっていくとこですでその後今度は8月16日まで戻り歩調リバウンドが始まりますリバウンドで4300ポイントぐらいまで戻っていくんですが現在 9, 9月の14日の時点でまたこれ 戻されているとでこのマップからすると実は同じところ行ったり来たりり来してるんですよまあ付き合わされる日本株も大変なんですけども、えー、考えてみると、まあ、この間結局インフレ率がどこまで上がるのかがやっぱり相場の中心的な えー、テーマであってでそのどこまで上がるのかそしてもう上がりが止まったのが鈍化したならば次の展開に行けるんだけども鈍化し,しないとですね次の,あの新しいステージに入れなくて結局この行ったり来たりが繰り返されてしまうと、まあ、こういうですねちょっと困った状況の中に我々は今4か月ぐらい閉じ込められているのかなというふうに え気がついた今回の CPI のニュースだったんですね。となりますと次はどのあたりに向かかっていくんでしょうか次はですね9月の来週ありますけども FOMC でこれまあ,あのお見せしてるのはやっぱり6月の FOMC が一つ基準となって FOMC でだいたい見通しが発表になってこんなふうに金融政策を行いますよという話があってこの中を行ったり来たりしてるんですね。で今度は9月のの FOMC でここから先の見通しを、まあ えー、中央銀行が示してくれるわけですよ、はい、その中央銀行の方が明るいものになるか明るいトーンになるか暗いトーンになるかそれとも現状と変わらないものになるかおそらく現状と変わらないものになると思うんですけども仮にですよ仮に FRB のこの見通しで将来の PCE の見通しが少し前回よりも和らいだとしたらはい 前回 4. 3ぐらいだったかな今年の年の末がこれが例えば4.2でも4.1でもいいんですけどもそこまでいかないよあるいは来年もそこまでいかないよというような絵になるとこれは画然とですね画然もう一回南東の方向に行くというかですね、うん、そっち、はい、北,北西の方向と南東の方向でしたね北西の方向に右下の方に行くという話になると思います。でも逆に、えー、FRB の見通しがが、えー、インフレ率が情報修正されると ということになるともう1回ですね下方向に行ってしまうんですただまあこの4ヶ月ぐらい作られている行ったり来たりの相場が崩れるかどうかこれは決めるのはですねそのインフレというよりも最終的にいつ今の金融引き締めが終わるのかその見通しみたいなもんですねこれを見て判断するんでしょうねまあ注意深く見なきゃいけない20日21日のえ話になりますがえこちらの方は 確かオンラインセミナーするんですよね、私たち。そうですね、二十四。四ですか。はい。えー、やらなきゃいけない仕事だなと思って、今準備を着々と進めているところです。これが問題になると思いますね。二十四日から期間限定で、有料のオンラインセミナーを配信します。